それではですね、分散と標準偏差っていうまたね聞いたことがあるやつを扱っていきたいと思います。これデータの分析にやってると、データの分析の時にねやってると思うんですけど、これと考え方全く一緒です。全く一緒です。見ていきましょうか。まずは確率変数 x がこの分布に従うとしますね。何かしらの値に対してこういう確率が出ているよみたいなものがあったとします。で、期待値がもうすでに計算してあって m っていう期待値が出てたとしますと。期待値ってさ、言い換えれば何でしたっけ？平均でしたよね。データの分析の時に扱った分散覚えてますか？どういうものでしたっけ？この値に対して平均との差を取って2乗する、値から平均引いて2乗する、まあ、いわゆる偏差の2乗ってやつを計算していて、その平均を考えていたのが、分散でしたよね。これとね考え方は全く一緒なんですよ。見ていくと、まず期待値の M っていうのがあった時に偏差みたいなものを考えていきます。すなわちこの X1-M っていうのをして2乗をすると、X2-M っていうのを考えて2乗をすると、 X3-M っていうのを考えて2乗していくと、これをずっと計算して XN-M の2乗を考えるわけですね。で、これの期待値、こいつを一つの確率変数と考えた期待値を考えていきます。難しい？簡単に言うと、これをやった後この確率をかけて、これをやった後この確率をかけて、これにこの確率をかけてっていうのを全部足していきます。まあ、だから計算をしている、この計算としてはこれと一緒ですよね。 large x からm を引いて2乗したものに確率をかけて足し算していくわけだから、 large x-m の2乗みたいな感じのものを計算していくわけですね。そうするとどういうふうになるのかっていうと、まあこれさ、この値、2乗した値に確率かけて、2乗した値に確率かけて、2乗した値に確率かけて、これをずっとやっていくわけじゃん。最終的にはこうなるわけですよね。で、ちょっとこうやって書くの非常に面倒くさいので、これこうします。よいしょと。シグマ使って表したらめちゃくちゃ分かりやすくって、結局は xk から m を引いて期待値を引いて2乗して、これに対する確率をかけたもの、これを合わせたものがこれね、x-m の2乗の期待値ですよね。これを分散っていうふうに言うんですね。これを分散とします。さあ、分散はですね、v で表すので、一応 v で書いておきました。バリアンスというね、分散の意味をとって v っていうふうに表してます。こいつが、このね、確率分布における分散の考え方なんだけれども、やってることはね、ほぼほぼ同じですよね。実は本質的に全く同じなんだけどね。その本質的に全く同じだっていうのは中のところに書いてあるので、後ほどちょっと説明をしますけれども、こういうふうにね、表したものが分散でございます。そして、分散と標準偏差ってものをデータの分析の時に扱ったと思うんだけれども、標準偏差も全く同じです。標準偏差はね、シグマで表すんだけど、シグマってね、S って意味があって、このシグマも、これ、このシグマの大文字です。ギリシャ文字での、ギリシャ文字の、こっちは小文字で、こっちは大文字なんですよ。S って、サムっていうね、合計するって意味なわけね。なんだけれども、こっちの S はあれですね。標準偏差の S は、スタンダード、ディビエーションでしたっけ、スタンダードディビエーションの S の頭文字ですね。まあ、あんま細かいことはどうでもいいです。これで表すだけですね。こいつはどうなるのかっていうと、この、分散の正の平方根になっていると、これもね全く同じなので、この分散と標準偏差の定義しっかりとね頭の中に入れておいてください。で、これね、データの分析の時に扱っている分散と標準偏差の定義と全く同じだっていうことをちょっとね確認をしていきたいなと思います。まあ、取説の書籍の方でいうところの中の2番目、米印の2番目にあたるところになるんだけれども、これちょっとね、確認していきましょう。一旦この P は忘れてください。データの分析の時どういうふうにやってたのかっていうとさ、この x1 っていう値が出るときに、まあ、それの個数が何個あるかみたいな感じで個数で書いてますよね、データの分析の時にね。まあ、例えばだけど、バレンタインでもらったチョコレートの個数、これの分散を調べますっていうふうになったときに、その個数、その何個もらいましたか、それは何人いましたか、何個もらいましたか、何人いましたかみたいな感じで、表を作っていったじゃないですか。こういうものを思い出してください。で、全部でN 個のデータ集めたとしましょうと。全部で N 個のデータ集めたとしますと。
OK。ここ表は揃えてるかな、大丈夫ですかね。はい、こういうふうに考えていったときに、この確率って何かって言われたら、n に対して何個ありましたかって話なわけだから、n 分の w1 って考えればいいわけですよね。ここの部分も n 分の w2 っていうふうに考えていけばいいわけです。すなわち n 分の wk が pk だっていうふうに考えておけば、ここは p1、ここは p2、ここは p3、点点点点 pn っていうふうに考えられると、こういうイメージなわけですね。でそうすると分散ってどういうふうに出せたっけと、まず平均を出すわけじゃないですか。平均ね、平均が m だとしましょう。そうすると分散ってどういうふうに出していたのかって考えていくと、分散はこういうふうに出していましたよね。 x1 から平均を引いて2乗して個数をかけると、 x2 から平均を引いて2乗して個数をかけると、これをずっと繰り返していたと思うんだよね。 xn から平均を引いて2乗して個数をかけると、こういう計算をしてたんじゃないかなと思うんだよね。 OK。 でこれをやった後どうしてたのかっていうと、この平均を考えてたわけですよね。こういう状態だったわけです。そうするとこの n 分の1っていうのを中に入れていけばどうなるのか、まあ、丁寧に書いていけば x1-m の2乗の n 分の w1 足す x2-m の2乗の n 分の w2 足す点点点で xn-m の2乗の n 分の wn みたいな感じになってたわけですよね。でこれが今 P1 とか P2 とか点点点点 PN っていう風になってるわけなんだから、期待値の定義と全く同じ、あ失礼、分散、さっきね紹介した分散の定義にそのままなっていくわけですよね。だから考えてることとしてはデータの分析でやってることと全く同じだよということね。ということでこの分散とか標準偏差も、あなんだデータの分析でやってるのと全く同じような感じで考えればいいのねというふうにね、今を捉えておいてもらって問題ないかなと思います。はい、ということで、まあ、これに関してはねそこまで難しいものではないんですが、まあ加重平均、まあ、このねこっち一回戻りましょうか。まあこれある意味ね、この期待値って平均を取ってるわけなんですけれども、この値に対して、まあ、重みをかけた平均みたいなものを加重平均とかって言ったりとかするんだけど、まあ、今後ね皆さんが学習を進めていく中でですね、この加重平均とかっていうのも学習していくのかなと思います。まあ、ほとんどは大学とかに入ってからになるかもしれないけどね、あの内分点外分点の公式なんかも実はあれ加重平均なんですけど、まあ、そのあたりはねちょっとお話しするとややこしくなっていくので、まあ、今はね、まあ、この定義をしっかりと頭の中に入れておくぐらいでいいのかなと思います。ということで、まあ、ちょっと難しい話が入ってきたわけなんだけれども、問題を通してやってみればなんだそんなことかっていうふうになりますので、一旦ね問題を解いてみたいと思います。エクササイズの3番ですね、やっていきましょう。どうぞ。